ハロー、スチワートです。いつもご視聴ありがとうございます。フロリダのディズニーワールドやディズニークルーズに関するコンテンツを配信しています。昨日はプレミア配信でディズニークルーズのパッキングについての動画をお届けしました。皆様ご覧くださりありがとうございます。でその時にね、いくつかのご質問をいただいて答えられなかったものとか、あ、これはみんなにシェアしたらいいなっていうものがありましたので、そちらをね、皆さんと一緒にシェアしたいと思います。でコメントもね、いただいてますので、そちらの方も紹介させていただきます。スッチワードインディズニーワールド。まず一つ目ですが、スーツケースについてです。ユーマイナーさんから、大きさや個数の制限はあるのですか。このようにね、ご質問いただいて、そう言われてみればガイドラインっていうのが見たことないなと思って調べてみました。こちらのね、あの記述されたものを見つけました。で他の Q&A とかにはそのね、ご質問に対しての答えっていうのは見つからなかったので、まあこれがね、一番有力な内容だと思います。ではね、こちらの方ちょっと見てみたいんですが、ゲストさんそれぞれはリーズナブルアマウントオブクロージング、これはまあ妥当な量のお洋服、まあ一般的に妥当なって感じですね。適当なとか適量のとか、そういった感じですね。適量のお洋服、そしてパーソナルエフェクツ。パーソナルエフェクツっていうのは、まあパーソナルアイテムですね。例えばお財布とかそういったものですね。まあ自分の身の回りのものですね。そういったものは船に持ち込むことは許されていますっていうふうにまず書かれていて、で次、お一人2つのバッグを超えないことって書いてます。お一人2つバッグを超えないこと、これはあのラゲッジ、スーツケースは2つまでだよっていうことですね。で次に書かれているのは、バゲッジにはちゃんと一つ一つしっかりと分かるように、ゲストのお名前と船の名前と、あとステートルーム、客室番号ですね、それからセーリングデート、これは出航日ですね、そちらの方をしっかりと分かるように書きましょうって書いてあります。以上なんですね。実は重さとか大きさについての記述が全くなくて、しかも身の回り品についてこの大きさでないといけないとか、いくつまでとかは、まあ、書いていないっていうのが実はね、答えになります。で、じゃあどうしたらいいのって思うかもしれないですけど、だいたい飛行機と同じと思っていただけたらいいんじゃないかなと思います。それで、まあ、ファンサイトっていうか、クルーズがすごい好きで何回も乗ってらっしゃる方とかのサイトとかに、何パウンドまでで、で大きさはこれまでですとか書いてあるんですけど、公式のディズニークルーズのところにはね、書かれていないことで、もしかしたら以前ね、公式のウェブサイトに書いてあったんでも今は書かれてないっていうものかもしれないですが、2022年10月現在は重量やサイズに関してはね、書いていません。ただ個数がラゲッジ2つってそれだけでした。はい、ラゲッジのタグについてね、この33番に書いてましたが、まあ、自分で書かなくてもこういうね、あのタグがね、お一人2枚ラゲッジタグをいただけます。でここにちょっと今はあの名前消してあるんですけど、まあ、名前が書いてあって、ステートルームも書いてあって、ウィッシュっていうのも書いてあるので、まあ、これはっきりしてるので、まあ、これを貼ればいいっていうことですね。なので、はい、お答えになったでしょうか。でちなみにスチュワートはあの大きなラゲッジ一つ、それを預け荷物にして、でリュックという形にしましたね。しかもやっぱりあの自分で持っていく荷物ってそんなにやっぱり持っていかない、妥当な数
っていうのがポイントだと思います。このリーズナブルアマウントオブクロージング&自分の身の回りのものって書いてある、そこがポイントだと思いますので、まああんまりたくさんで持っていかない方がいいんじゃないかなっていうのが素直な、意見です。で、まあ、あるサイト、ファンサイトによるとですね、2つのラゲッジ、まあ、預かりとキャリーオンはキャリーオンケース、まあ、飛行機とか の、 あのキャリーオンのケースと、あと身の回り品1つまで OK とかね書いてあるんですけど、いやいやどこにも正式なとこには書いていないので、あれと思ってこの動画でちょっとお知らせしようかなと思いました。でこういったね記述とかは本当ね、あのすごくね変わるものなので、この2020年10月はこう書いてたけど、もしかしてこの後また変わるかもしれないんですので、公式のウェブサイトなどで調べていただければいいと思います。 Q&A とかもねディズニークルーズのとこにありますので、もし またね何かなんか厳しくなったりとかしたらそこに書き加えられると思いますので、まあ今のところはこういう感じですということです。はい、では次に参りましょう。ケアダンさんからです。船の室内は飛行機みたいに乾燥するのかしら、ね、こちらねあの飛行機ほどは乾燥はしていません。でシルベールちゃんにもねちょっと今日聞いてみたんです。え、どうだったっけって、いや乾燥してなかったと思うんだけどどうだったって一応ね確認したんですけど、やっぱりシルベールちゃんもそんな乾燥してなかったよって、あのお部屋室内あの客室ステートルームの中もそんなに乾燥してなかったよって言っていましたので、あのスチュワートもそう思いました。はい、じゃあ次のご質問、スチュワート、あこれはねゆずきさんがねあのおっしゃってましたね、あのお湯はもらえますかっていうことでしたね。ディズニーワールドとディズニークルーズと両方行く方はねやっぱり電気ケトルとか持ってきたくなるんですけど、あのこういったね電気ケトルっていうのはディズニークルーズではね持ってきちゃいけないものなんですね。電気ケトルでディズニーワールドはねもちろん持って行ってもいいんですけど、ということでまあね両方行かれる方は電気ケトルを持っていけないということですね。でクルーズにもですし、ディズニーワールドのホテルにもドリンクステーションで紅茶をね入れられますよね。でその時にあったかいお湯ももらえますので、そちらの方でねお湯を調達したら大丈夫です。でお湯をねまあお部屋に持って帰りたい時はこういったポット、これはネットでも大丈夫なポットですけど、えポットじゃないや、なんていうのかな、タンブラーとか、まあ、魔法瓶象印こちらは、まあ、こういったものをね持っていかれると便利だと思います。そのドリンクステーションのところにね注意事項が書いてあったんですが、そこにはこういったね自分の持ち物はお湯とか直接飲み物を入れないでくださいって書いてます。これは衛生の問題だと思うんですが、まあ、設置されたあの使い捨ての紙コップがあるので、そちらの方を使って間接的にこっちに入れるっていう感じにしてください。皆さんの安全と健康のために新しい紙コップを使ってご自分のところに入れるっていう感じにしてください。そんな感じですね。はい、では動画にいただいたコメントを読ませていただきます。皆様ありがとうございます。ユーマイナーさんがプリンちゃんかわいいってありがとうございます。あプリング、ちょっとじゃあお見せします。寝てるけど。起きました。次はポタポタさん。チップのシステムはあまり馴染みがないので、しっかり勉強しないといけないですね。お酒の持ち込みはどこでチェックされるのでしょうか。チェックインの時にパークの手荷物検査のようにバッグを開けて見せるのかな。チェックリストありがとうございます。とても参考になります。ポタポタさんありがとうございます。ね、お酒の持ち込みはどこでチェックされるのでしょうかというご質問ですが、クルーズターミナルに入る時に X 線を通ります。
で荷物だけの X 線とあと人が通れる X 線両方ね通されますということで、その時に分かります。お酒はこの間のね動画でも言いましたけれど、ワインとシャンパンが 750ml 1人2本まで、もしくはビールお一人6本までが持ち込みということになります。でちなみにレストランでねワインをねワインボトルとかをね自分の持ってきたのを開けると、あのワインボトルのそのオープン料っていうのがいりますので、部屋飲みならねそれ取られません。なので持ち物にコルク抜きを書いておくといいなと思いました。前ね、ま、あの忘れて大変だったことがあります。買いに行きました。バッグを開けて見せるっていうことはねなかったですね。でチェックリストね、また皆さんのご意見もお聞きしたので参考にしてチェックリストのねアップデートしていきたいと思います。で、無料配布できるように持っていきたいなと思っております。それでは次のご質問です。D ダンボさん、ありがとうございます。ちょうどパッキング準備中なのでとても参考になります。インクレディブルのものは事前予約が必要ですか？あまり情報がないため必要なもの靴下があればいいのかしらなど詳しく教えていただけると助かりますといただきました。はい、でインクレディゲームスっていうねあのディズニーウィッシュの、 あの遊びなんですけど、予約はまずしなくても大丈夫です。予約はしなくていいんですけど、常設のね施設じゃないんですよ。風船みたいに膨らんだもののところでアスレチック的にあの体を動かすっていう感じのところで、なので常設じゃなくって、ある時行ったらやってないとかそんな感じなので、それがねやってる時間をあのチェックしてその時間帯に行けば大丈夫です。予約はいりません。で靴下って言ったのは、靴下を履いていないと遊べないんです。あの靴下がねない人はダメって言われるのでダメなんです。はい、ということで、あの遊びたい時は必ず靴下を持って行ってください。すごく楽しいのでぜひぜひね、2人ずつしかそれはできなくて、 レースみたいに競争みたいになってます。あ、これはね面白い、あのサジェスチョン、オガット37123から、スチさん大事なものを忘れています。それはシミ抜きセット。これね、シミ抜きセットね、やっぱおこぼし上手ですからね、スッチはね。なのでね、あ、本当だ、でもシミ抜きセットって持ってないかもと思って、あ、まあ歌丸世間を小さくして持っていこうかなと思いました。ボタボタさんも、オガットさんそれ最重要ってなってますけど、いや皆様はいかがでしょうか。はい、ということでね、今回の質問返しはここまでです。どうでしょうか、ちゃんと答えられたかな。ね、お楽しみいただけたらいいね、プーちゃん。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。で、この動画がね、良かったよ、役に立ったよと思ってくださったら、高評価ボタン、そして今後の、あ、危ない、今後の動画を見逃さないためにも、ぜひね、チャンネル登録お願いします。それでは、スチワードと、プーちゃん、でした。